昨日からクマの出没が相次ぐ札幌市南区では、今朝も真駒内公園内で3件の目撃情報があり、公園を閉鎖して警察などが警戒に当たっています。クマの目撃が相次ぐ真駒内公園の中、屋外競技場の近くです。市の職員が調査を行っています。今朝午前5時半ごろ、真駒内公園にある酒科学館周辺で1メートルほどのクマが1頭いると警察に通報がありました。そのおよそ10分後には、公園内の屋外競技場周辺の2カ所で相次いで目撃情報がありました。市が現地を調査した結果、3番間に目撃情報のあった屋外競技場の南側で 15.5 センチほどのクマの足跡が見つかったということです。オスの成獣と見られています。この辺りは大丈夫かなと思ってたんですけど、ちょっと怖いですよね。酒科学館やアイスアリーナ、屋外競技場は今日終日閉館を決め、真駒内公園は全面閉鎖となっています。